室内の練習だといいフォームで投げられるんですけど、外だと崩れたフォームになっちゃうんですけど、どうしたらいいですか？難しい質問するな。なんでだと思う自分で。グランドが土で足場が柔らかいというか。ああ、硬い方がいいってことだよね。右膝のつま先の出が治ると、はい、多分治るんじゃないかなと思う。なんでかっていうと、さっきも言ったけど右膝が前に出ちゃうから重心が低くなって叩けないんだよボールが。だから重心が低いまま柔らかいところ投げると滑るんだよね。でも室内だとつま先が前に出ずに上から叩けてるんだよね。だからつま先が出ないように投げることにすることと、投げ終わった後にしっかりと足の裏で立つという意識を持ってみて、はい、だと多少外で投げても柔らかいところでも対応できるんじゃないかなと思う。